ございます。おはようございます。今日はですね。はい。ちょっと、いや、わかんないですよ。わかんないですけど、まあ、ウィンドウショッピング。ウィンドウショッピング。ウィンドウショッピングというか。はい。A 社。A 社。はい。イギリスってことですか。イギリス社。はい。ちょっとバイク、なんか衝動的に、はい、パッて電話してしまって。気になる店があったってことですか。いや、はい、なんとか、まあ、通勤路であるお店なんで、はい、あまり覗きに行かせてもらったりするんですけど、あ、はい、パッと電話してもらって、はい、今どんな感じですかっつって、はい、車種何個か言ったら、あ、ありますよとか言って、おどうなるか分かんないですけど、そういうのはタイミングありますからね。で、相性なんですからね。はい、どういうお店なんですか。そこはもう、まさに、はい、天明通り、はい、あの頃にたどり着ける天明タイムトンネル。タイムトンネル、はい、旧車ぞろいのお店。旧車ぞろいの、もう一台増やそうか。いやいや、どうかわかんないですけどちょっと A 社見てみたいな。あ、今はジャパンですもんね。今ジャパン、ジャパン、イタリアですね。あ、そうか、はい、いやー、なんかね、はい、いや、もうちょっと買おう思ってますね。いやいやいや、俺は何やったらもうどうなんやろなんか、何やそれですけど、はい、ええのがない方がええなと思ってるぐらい。あ、なるほど、じゃあ顔を持てますいやいやいや、そんなのないですけどちょっとまだ買おうかなと思って電話したのが2日前で。ああ、なるほど。ほんで今日やから、はい、そこで見て、はい、他の店全く見てないですから。ああ、なるほど。はい、旧車、はい、の奥にはクラシックカーがいるじゃないですか。奥には、奥には、はいはいはい、俺なんかね、車は明確にプラスチックカーが俺はあんまりこう趣味じゃないというか。なるほど。プラスチックカーのちょっと手前、はい、手前がいいですね、はい、でキューバ行ってアメ車バー走ってるけど、はい、うわー、かわいいな、かっこいいなと思うけど、はい、でそれを乗りたいかと思ったら俺は思わないですよ。あー、そこじゃないと。あー、バイクは今俺は、はい、旧車の奥に行きたがってんのか、はい、どうなのか自分でもちょっと計り知れていないもんな。え、何年ぐらいからがその境目なんですか。まあ50年代じゃないですか。おわ、なんか俺結局なんか70年代が好きなのかなって思ってるんですけど。これまたお世話も大変でしょうし。お世話も大変やし、お世話も大変っていうの中の一番大きな部品がないっていう。そうですね、コバなんかこの間あいつあれクジラグラウンド乗ってんのって言ったら、いや乗ってないんですよ、どうしたって言ったら、はい、ガソリンキャップのゴムが劣化して、はい、それがもうないんですって。でこれ作ろうなら肩取って作らなあかんから、はい、結構な額、このゴムだけに。なるほど。だから今も乗れてないって言って、この間夕平と喋ってたら、はい、幼稚園、はい、まあ、俺がランブレッタで息子を送り迎えしてるって言ったら、はい、ああいいですね、俺もベスパで親父に送って持ってました。えベスパってあのベスパ、あ、はいっつって、うん、探偵物語のあのベスパで、はい、送り迎えしてもってたっつって、はい、しゃれた親父あれみゆきさんがちゃんと保管してはるとかでニュースになってたもん、75周年から生誕75周年だからね、今ハイスクリーンで映画もやってる。楽しみですね。楽しみですわ。いやいや、買う買わないにしてほんまバイク乗るのってほんま楽しみだ。結構何台も在庫抱えてるようなお店なんですか。そこまでめちゃくちゃ大きいわけじゃないですけど、はい、まあ、あの旧車好きはみんな知ってるお店ですね。ああ、そうですか。だからもしこれがアップされたら、いや、例えばわかんないですけど、はい、島根県でバイクやってますけどこんなんありますよとか、はい、ね、あるかもしれないですね。あるかもしれない。山形で、
車取り扱ってますけど、ここありますよ。はい、いやお、対戦前です。はい。ガーターなんです。ガーターってガーターポンプ。はい。あ、それが。オイルが入ってこう、普通のポンプとはちょっと違う。ああああ、ここがちょっと動くんで。じゃあ乗ってて面白いですね。面白いと思います。慣れてば。めっちゃかっこいいな。かっこいいっすよね。これタンクも純正なんですか？純正ですね。ちょっと、当たり出しの方がいいですよ。いいですよ。かっこいいな、これ渋いな。はい、いいですよ。かっこいい、しびれますね。かっこいいですよね。音も最高ですよ。あ、そうですか。すげえ。35年、36年か7年か、それぐらいです。そんな重たくないですか？そうなんですよ。車重はもう200キロないと思う。あ、そうですね。シングルなんで、はい、ちょっと軽いです。あと右チェンジ、右チェンジ、はい、それだけちょっと慣れてます。やっぱ乗ってたらさっすぐだね。くわー、綺麗ですね。そうですね。すごいな。こっちの方が乗りやすいのは乗りやすいですか？同じようなもんですか？フロントに関してはそうですね。ちょっと良くなってますよね。うん、エンジン的にはそう変わらないか。ああ、そうですね。こんなにたまらんな。ローポンというメーカーのやつを皆さん今回は、まあ、いろいろ芸人、芸能人、いろいろまあ乗ってはる、うんうん、ノートいないっすね。いないっすね。ね、うん、特にここまで古いやつは、はい、皆さん手出しにくいっすよね。そうかこれあっちの2階に出てもらいましょう。かっこいいなあ。これこれ、あれ兄貴も、あれこれ、あ、そうです。へえ、あ、みんなここ、あ、来る、これもや、うん、これが初代です。初代、こちら2代目。皆さんここで頼むの間違いだよな。すげえちゃんとやってくれはるから。なるほど。うわー、ビンセント、きゃー、かっこええな。迫力ありますよね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、これ何年ですか？それも40年後半ぐらいです。40年後半、40年ぐらいか、50年ぐらいですね。かっこええな、かっこええな。なんやこれ。ちょっと熱なってきた。
めちゃくちゃかっこいい。これコメットって、はい、ヴィンセントの中で分類されると、はい、ブラックシャドウとか、はい、2気筒の V 型なんですよ、はい、この辺あ、いるんですか、いるんですか、はい、これ V ツイン、はいはい、ですよね、これもコメットなんですけど、はい、これシングル、はい、で本当片方ないぐらいで、はい、1000cc と500すげえなぁ。じゃあこれも、スピードガンガン出るんですか。これ結構出ますね。出る、はい、だいぶやっぱ違うんですか。だいぶ違うんですけど、500も結構出ます、ね、結構出る、うちの工場長昔乗ってて、はい、普通に走ってんなこれみたいな、高速とも一緒に走ってる、ね、あ、そうなんですか、500で500で全然走ってましたね。多分ね、ヴィンセントってすごい出来がいいんで、はい、当時も超高級車で、はい、多分作りが多分他のよそのメーカーとは割れなかったです。そうなんですか、ね、うわあっち、いやちょっと、うん、正直見た瞬間体温上がったコメントですか。コメント、あ、かっこいいですね。ちょっと感覚としてブラックシャドウの、はい、なんていうんですか、下というかそういう感じでも下っていう感じでもないですね。ないですか。なんかまたちょっとシングルとツインなんで、はい、ちょっと毛色が違うというか、あ、これはこれでっていうことですか。そうですね。あ、うわめちゃこれまた待っていいですか。いいですよ。いいですか。はい、むちゃくちゃしっくりくる。むちゃくちゃ、うわあ。むちゃくちゃしっくりくる。これっすね。これこれこれっすね。めちゃくちゃしっくりくるもん。これシートは、はい、これ純正だ。ベースは純正で、はい、あんことかも表皮とかはやり替えてると思います。そうですよね。70年、80年くらい経つんで、これ、はい、シート変えれますよね。まっすぐにできますね。このベースごと、これベース木なんで、これ取って、はい、ベースの形変えてまっすぐにもできます。でもこれもかっこいい。これはこれで取っといて、でもこれの方がかっこいいか。あ、やっぱでもちっちゃいっすね。あ、ちっちゃいですか。どうすか。いや、なんかいい感じだと思うんですけどね。でもイギリス人が乗ってたんで。そうですよね、イギリス人の小さあの写真とか、こんなこれちょっとでかいわけじゃないですか。なるほどね、そういうことですよね。その辺ではないと思うんですよね。そうか、とかシングルやからね、スケスケ感が、ね、それがいいっすね。ね、シートは、はい、ヴィンセントといえばこのシートなんですよ。それそういう形なんですね。これね、じゃあもう絶対そのままがいいな。でその中のあんことかをちょっと硬くして、はい、その沈み込まないようにとか、形はそのままで、はい、表皮の感じをちょっと変えるとか、あ、それは全然ありです。でもなんか持ってる感じ、あ、いいですね。めちゃくちゃいいですよ。似合います。あ高速は難しいですよね。いや、いけると思いますよ。エンジン的にはいけますね。あ、そうですか、かっこいいな、このエンブレム。かこれなんかじゃあウインカーをええ感じのやつを、そうですね、ちょっと相談しながら、ね、あれ場所とね、今もう収納した後の話してる。なんかいやそんなことないもう、これ購入させていただいていいですか。おありがとうございます。いやもうこんなの見たらたまんないですか。たまらんわ。もうなんか俺もうパッて見た瞬間来たもん。笑ってましたよ。ちょっとノートの時違いました。ちょっと違いましたね。思った瞬間のうわかっこいい。じゃあ一発エンジン
聞いてみますか。いいですか。はい、行きましょう。お願いします。ちょっと待ってください。すげえ、むちゃくちゃかっこええ勝ったんですよ勝ったでいいんですか。勝った勝った、うん、リンセントっていうのはあの頭にあったんですよ。ただあったんですよ、うん、あいやかっこええ。ジュースもガレージ入るんですか。いや幅的にもう一人入るんですか。やべ、あのチャリンコとかやらない怒られる怒られる俺がもう走りでキッチンしたら全然入る。めちゃくちゃいいっすよ。いいっすよ。バイク界のロールスロイスって言われてる。あ、そうスピンセット私もこのエンジン、あの電話で話したの、はい、私なんですけど、はい、このエンジンのカフェレーサー乗ってたんですけど、はい、これ持っちゃうとちょっと申し訳ないけど、他の電車はちょっと下になっちゃう。まずアルミシリンダー、はい、これまずないですか。はいはいはい、いくらあのトラのスパイツも全部シリンダーは鉄なんで、はいはいはい、だから高級すぎて売れないでメーカーが潰れちゃう。そうなんです、うん、だ当時はこれ買う金でどでかい家が買えるぐらいの、相当高級だったんです。あ、そうなんですか。ビンセントで、その中でもこの500っていうのは、まあ 1000cc だとちょっと重くて大変なんですけど、はいはいはい、この500がまたちょうどいいんです。その辺乗るには最高です。で、高速も乗れますし、で、500短気筒ってそのこのクラッチレバーみたいな短いクラッチレバー、これデコンプっつうんですよ、はい、これで足甲の分でキックがね、軽く済むんですよ。へで、こう重たいところに来たらこいつ握って圧をかけて、その回転力で点火させてるんで。はあ。で、これは圧なんですか。そう、あのグって、あ、まあ SR にもついてるんですよね、はいはいはい、で、重たいところでちょっと抜いてやってでやると、その軽いところでプロン。ああ、じゃあその加減を乗っといてだんだん分かってきたら。そうです、もう分かります。いや、俺、50で、まあ1台になるからね、購入させたこともええやろ。なんでまたビンセントなんですか。いや、たまたま、まあ、すごいす雑誌見てって、ここ あの広告出してあったんですよ、はいはい、ビンセントね、知らない人は知らないです。あ、そうそう、ね、だって大根やでしょ。そうですそうです、すごいんですよこれ。あ、そうそう、今のバイクに通ずる、はい、これほぼフレームがないんですよ、はい、このタンクが、はい、このオイルタンクなんですけど、オイルタンクがここまでこのフレーム代わりになって、はい、で、フレームって言ったらここだけなんですよね、はい、で、サスペンションもここじゃないですか、はい、現行のモノサスだってこのシートの下に、はいはい、で、吊り下げなんで、だ最低限の設備で、だこれをもう多分1940年代、30年代か、はい、それからで、このフロントフォークも、はい、そのさっきのノートンのあの、はい、スプリング、はい、あれの、 あの強化型なんですよ。
ここにダンパーがついてます。そうです、バネだ。ここにバネがついてて、ここにダンパーがついてる。ガードロリックフォークです。これはもう結構前後ダブルドラムなんですよ。まあ、あんま聞きはね、あれですけど、リアもダブルのドラムがついてるんですよ。当時としてはすごい豪華な。そうですね。じゃあ当時にしたらめちゃくちゃ安全だ。めちゃくちゃな豪華な作りですね。うわー、そう、これね、戦士シーはすごい本当にトルガって早いんですけど、はい、それはねちょっと大変なんですよ。ああ、でちょっと、ね、ドヤ度が過ぎますもんね。ドヤ度が過ぎるんですよ。これはでもちょっとかっこいいわ。いいっすよ。さらっとさらっとさらっといいんですよいやー、かっこいい。お世話になります。ありがとうございます。ちょっとあとはウインカーと、そうですね、ウインカーの話と、そう、どこにどういうのをやるか、そう相談しつつ、はい、あのさっきのヒラノと相談しつつ、はい、目が高いです、ね。いや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 、これは誰が見たってかっこいいよ。こんなやっと50ぐらいでやっと乗せてもらえる。うんうんうん、バイクかなっていう。いやーよっよっしゃー、いや、めちゃくちゃ嬉しい。くわー、いや、まあ、さっき聞こえました、ノートンもいないですけど、ヴィンセントのこともかも知らないですよ、ね、そうっすよね。ありがとうございます。ありがとうございます。これが出会いやで、ね、これが出会いやわ。予想をはるかに超える速さで、そうそう、まだありましたけど、まだお店来て30分ぐらいですよ。いや、いやもうだってこれもうちゃうもん輝きが、オーラが。まだじゃあちょっとこまごまいろいろそうですね、ご指導して。いや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 、はい、A 社初ですよ。 A 社初です。これはもう家出て、うん、走って、うん、家帰るしかないよこれそんなの取り出られへんねえ。そうですね、ほんまにガラス張りのサテンでチャー飲んで見えるとか帰るぐらい家帰るしかないわじゃあちょっとそうですね、書類書くときましょう。ああ、ありがとうございますまさかヴィンセントとは。うわー嬉しい久しぶりや、戦いがこっちに即決すぎて。いや、これ何か感じたわけですよね。めちゃくちゃ高貴な、はい、でもいかつい大人な。買っちゃいましたね。買っちゃいましたいやー買っちゃったいや、めちゃめちゃかっこよかった。この瞬間めっちゃ嬉しいですもんね。嬉しいねだいたい乗り始められるのはいつぐらいなんですかね。夏ぐらいに、夏前ぐらいに多分整備は上がると思いますけど、はい、やっぱ何よりね熱がやばいんで、はい、秋口ぐらいに納車っていうのが一番ベストですね、はい、あ、じゃあ秋ぐらいには走ってる姿が、はい、スプリングでも、はい、ですね。いやー来たわ久しぶりに。本日はおめでとうございました。ありがとうございますオーダーにならせていただいて、また、タイヤが2個増えましたわ